ね、今日は寒いんですけど、ちょうど石段が切れてるあたりですね。ここにソフトクリーム屋さんがあったり、他ですね、玉木さんとか、凍ってますね。もしかしたら気温低いと凍ってる可能性もあるので、気をつけてですね、歩いて行かれてください。ガホ石段に来ました。この辺りは地元に行った時、ここは春菜なんで、しょっちゅう来てたんですが、この道をですね、あっちらにずっと抜けるだけで、このすぐ横のこの伊香保は一度も訪れたことがありません。こんな伊香保っていうオブジェがあったんですね。初めて知りました。41年生きてきて初めて知りましたよ。そしてこの石段も一度も行ったことがありません。これから行きたいと思います。これより石段365段、ほう、1年分あるそうですよ。ただいまの気温は0度だそうです。寒いですね、結構。おう、まだまだ。結構すぐ。38度。こんなになってたとは。ガホ。靴を脱いでお上がりください。気象ガホの気象に来ました。雪がちょっと舞ってきましたね。ああ、ハワイのね、別邸。めちゃめちゃ見れちゃうじゃんね、もうこんな。200円だっけ、入場料200円くらい払えば中も見れるそうです。石章を取っていこう。あー、いい感じ、雪が、うんうん、こんなとこがあるとは。ほう、昔のいいね、ここから。ちょっとお邪魔いたします。ダダン。いいですね。このぐらいの日本刀、自分の家にもありましたよ。昔はもっといっぱい大刀とかもあったみたいなんですけども、戦争で全部持ってかれたそうです。運よく一振りぐらいかな、家にありましたね。汁がいっぱいついております。まだ半分以上ありますね。疲れたな。なるほど、谷川岳も見えると。谷川岳はスキーと登山で有名ですが、世界一死者の多い山だそうです。行く際は気をつけてください。湯の花まんじゅう。伊香保は温泉まんじゅう発祥の地だそうです。輪投げ。手裏剣もあるの？
射的とかがありますね。ライトアップが切れそうですね。抹茶バニラ、このソフトは普通ですかね。なんか書いてないかな。書いてない。あ、すごい。茶色い。サビサビ。そろそろあれが頂上ですかね。見えてまいりましたよ。看板切れた。はい。ついに360番到着しました。あ、すごい。伊香保神社、伊香保神社到着です。下から何分ぐらいだ。10分ぐらいかな。あ、さよなら。うん。これも露天風呂と景色すごそう。地に行くと赤い橋があるようです。登るな危険。あ、こっから一応あれじゃん、展望台みたいになってる。風と木の谷。赤い橋来ました。今は冬季休業を出すそうです。まあここまで来れないのかな。あ、結構いるね。これが橋です。いや、ちっちゃ、全然ちっちゃいじゃん。かしか橋って読むんですかね。かしか橋です。ただ思ったより全然ちっちゃかったですね。温泉が湧き出てますよ。すごい鉄分が多いせいか、すごい茶色く濁っております。この上の方から温泉が湧き出てるみたいですね。今日はちょっとその一番上までは時間がないので行けませんが、ちょっと時間があるときは見てみたいですね。まあでもこう見るとこんだけ濁ってるとすごい体に悪そうな気はしますよね。伊香保神社お参りしましょう。世界平和になります。帰る、行った、戻ります。帰る。来てしようと。咩叫你啦？我哋好成功啊，上到嚟啦！你同我打啲乜招呼？ここはイニシャル D のマンホールになっております。右なんだ。そう、
息気づかなかったな、ね、うん、ここだもん、春のいた方アイスクリーム食いたいな、バニラ、次が明太パークに行って新宿に帰るといったコースです。ちゃんとこれが北から十二市で全部あるみたいですが、全然撮ってなかったですね。射程機こういうのはまた時間がある時にやりたいと思います。今時間が17分、2時半までなので、あともうちょいですね。ただ、ここから明太パークで30分ぐらいあるので、それをなくしていか方にもう30分あった方が良かったんじゃないかなと、私的には思います。あと13。ソフトクリームはグリーン牧場のとか特になかったので、また明太パークで明太ソフトでも食べようかなと思っております。でもマイク打ったからな、やっぱ普通のソフトでもいいか。明太パーク普通のソフトクリーム食べようかな。ちょっとおしゃれな終わりとなっております、ね、おお、いいね、和の店っぽく。どっちだ、こっちか。結構無理じゃない、ちょっとこっちだけ。おお、こっちに行くとどっかに行けるみたいですが、時間がないのでまた戻ります。もったいない、ここもなんか書いてあったよ。なんどうぞとなります。はい、まだ座ったままでお待ちください。バックします。明太パーク、また群馬の明太パークに到着しました、うん、ここで時間は30分ですね。おう、どこにでもあります。金崎島の出来立て生の明太子を使った大きなおにぎり食べましょう。あ、ここは2階があるのでぜひご利用くださいませ。本日は明太パークにお越しくださいまして、こっちの方が最近できたのかな、新しい。ああ、いただきます。美味しい、やっぱ。相変わらずつぶつぶランド行きましょう。ニシンね、ニシンうまいよね。ニシンはカツオの方が、ニシンの方がカツオの方が、ほら、トビウオ。あ、そうなんだ。トビウオ。なるほど、ボラ。カラスミだ。ボラがカラスミ？ボラなんて言ったらチョウザメ。そうだ。あ、これが。おー、こいつだ。
ハラシメンタイプ。好きそうだなって。さっき習ったけど。明太子の絵は分かる。うん。好きそうだな。どこにいるんだ、来てそうだな。スタートボタンを押してから99秒以内。早い方がいいんだって。当たりまくってる。これも相当早いじゃん。いくら当たってもいいんだ。明太子工場。皆さん仕事を頑張っております。さて、地域クーポンを使いましょう。こちらがキッズスペースと休憩スペースとなっております。こんな感じですね。まあ、ちょっと時間がないので行きましょう。バレンタインソフト手に入れました。2度目の明太ソフト。やっぱうまい。それでは、点検大会今までやったことありますか？44名様中お一人ということで、まあ人数多いのでまずは私とじゃんけんしていきましょう。で、最初はグーでじゃんけんぽい出します。最初はグーじゃんけんぽい突き出しました。グーの方だけ残ってください。はい、グーの方、まだまだ。最初はグーじゃんけんぽい。はい、男性の方の勝ちです。はい、前から山目の方ありがとうございます。サービスエリア最後の休憩です。三好パーキングはこんな感じですね。あー、美味しそう。ラージンメロキ、よし、フードコートもあります。この新宿に戻ります。この後もですね、HS では2月梅ですとか桜どんどん出てきます。まあ、本日は1日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。大変お世話になったんですよ。はい、よろしくお願いします。新宿到着いたしました。これから東京駅使います。スカホも2つに続いて良かったですね。途中でまた雪が降ってくれて風情がある街並みでした。また次もですね、どんどん行きたいと思いますので、また次の旅でお会いしましょう。それでは。